影の塔8階。どうもこんにちは、さささです。だいぶ上がってきました。やっぱり10フロアぐらいで全部っぽいですね。あ、ゲートが、うわ!びっくりした。こいつは、倒せるな。ゲート。おー、久々の明るい世界だ。ゲート。すごいね。ちょうど障害物のところに、あるので、結構厄介です。欲しいものが見えないところにある。行って!落ちたー!やるんじゃないかなと思ったけど、うわー!生き返ってるし。やべ!やべ!何やってんの?飛び方を間違えた。回復。温泉があるっていう感じですね。ちょっとここら辺で止まっとこうかな。座標一緒にしない方が良さそう。あ、身構えてるかなこれ。向こう警戒してんな。よし、今だ。行って。今回はゲートで解く謎っていう感じかな。一体な、もうリーチが長いんだから。レベル5まで進化しちゃってますね。眩しすぎる。暗い世界に慣れてしまうと、というか、ため撮りしてるので、暗い世界に慣れてしまうと、明るい世界に急に戻されると、ちょっと困惑しますね。危ない。また落っこちるとこあった。あー、雲が、シャカシャカ言って。行って、昼見もしねえ。ゲート通ってかないといけない感じかな。ああ、そういうことか。これでここが安全地帯。で、レバーを操作。なるほどね。これはまた面白いや。安全地帯までダッシュ。よし、戻る。で、ジャンプ。またいるし。やってくれるな。次の衝撃で。やばい、温泉が欲しいな。ようやく1個目かい。よいしょ。障害物レースやってる気分だな、これ。向こうか。あー、また戻すつもりだな、これ。
向こう側のはしごの上にレバーがあるっていうことは、多分こっちのはしごを下ろすためのレバーだと予想した。そうだよね。これ以上先進めないもんね、こっちからじゃ。うわぁ、だんだん意地悪になってきてんな。いや、最初から意地悪か。影の塔に入ってから優しいことなんて一回もないよ。前回か前々回の火炎放射がずっと続いているところでの、はしご下りはあれで良かったのかな？食らって落ちるみたいな。まあ、温泉が途中であったことを考えるとあれでも良かったのかもしれないですけどね。うわ、閉まるのかよ。アングルが怖い。うわ、何匹出てくんだよ。よしよし、体力ガンガン回復してやる。なんか、カービィの中ボスラッシュみたいな感じになってますね。メタナイト戦前。いて。すんげえ高く飛びやがった。開くかな？まだか。いて。ちょっと近かった。これで開くか。開いた。3回ずつ。はあ。このレバーは？はしごか。はしごが伸びたことによって向こう側に行けなくなった。けれども、ここで掴んで、上に上がれと。わ、ちゃ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 。危ね。落ちるじゃん、ここ。しかも。うわ、なんかもやもやしてるよ。影が。あの、でかい影が住んでんのってここなのかな。ああ、落ちた！ちょっと待って、息する、息する。そっか、ずっと上を押してると危険だな、これ。はしご登るために上へ移動してるんですけれども、登り切ったところで、それをやめないと、あー、これは向こうに押し転がさないといけない感じか。でもこんだけ長いってことは、ちょっと押し転がしたんじゃダメじゃないか？全部かな？段差も考えるとここまでは行かないといけなさそう。このレバー相当遠くにあるとしたら相当でかいレバーだろうな。人が動かせるやつなのかな？あ？うわー、なにこれ。何これってほどでもなかったか。あ、普通のレバーが手前にあるけれども。距離感的にちょっとやっぱ、まあ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 、そこまではね、うるさく言うのはやめましょう。言っといてなんだって感じ。おっと、ここに温泉がある意味。さて、9階へ向かいますが、怪しい雰囲気のまま、ここで一度終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。さささでした。それでは失礼いたします。